にちは。西島サッカースクール優柔に杉田です。西島サッカースクール優柔に豊田です。今回は、はい、アンコーチの、アンコーチですか、はい、皆さん大好きなアンコーチはいはいはい、仲間コーチが登場します。まあ、この時期なんで集まれないんで、仲間コーチからメッセージをいただいてます。幼稚園1年生2年生担当の仲間です。皆さんお元気にしてますか、お父さんお母さんの言うこと約束事を守っていますか。約束事といってもいろいろあります。勉強もあるし挨拶もあるしね、そういうことをいろいろことやって、やれなくては、良いサッカー選手にはなれませんよ。あと前回の、パート1の宿題が大反響でした。はいはいはい。ユーストの皆さんがどんどん練習動画を送ってくれてるんですけれども、ちょっと編集が間に合ってない部分もあるんですけど、みんな頑張ってくれてますので、どんどん送ってきてください。お願いします。お願いします。昨日ね、たまたま違うチームの招集に来て、はいはいはい、で、いつも見てます、宿題、宿題をうちのチームの子たちの SS のチャンネル見てこれをやれって言ってくれてた、はいはい、嬉しいですよ。嬉しいですね、ちゃんと見てくれて、見てくれてるし、活用して、見るだけじゃなくて実際に活用してくれてますんで、ぜひお願いします。練習のパート2を送りますので、みんな頑張って練習に励んでください。宿題の一つ目、はい、足の裏の横っていつも言ってるね、幼稚園言ってますね、まあ、多分これインロールのことですね。インロール、インロールって言っても幼稚園がわからないんで、仲間コーチがこの子に分かりやすく足の裏の横って言って練習してるやつですね。はいはい、このボールを足の裏で1回転させることになるんですよ。1回転させて、で上手になっていったら速い回転でもいいと思うので、最初はやっぱりしっかりボールの横を触ってぐるっと1回転させてやってみてください。次はシザーズからのダブルダッチです。シザーズまたいたらすぐに相手の重心を移動させたらすぐに反対方向にダブルダッチで飛ぶっていう、最初はゆっくりでいいんで徐々にスピードを上げて、シザーズからの小さいダブルタッチからの大きいダブルタッチ、連続ダブルタッチです、はい、これは、まあ、仲間コーチはリズムを変えろって言ってるんですけど、リズムを変えることも大事ですし、重心移動ね、一つ目を小さくして二つ目を素早く大きく移動するっていうのはすごい難しいので、ぜひチャレンジしてみてください。次はシザーズからのダブルタッチからの足の裏の横、分かりにくいですけど、シザーズからの足の裏からダブルタッチです。目の宿題はキックアウトターン。まず今のメニューの中のポイントをちょっと簡単に。あ、キックアウトターン。そうですそうですそうです。はい、まず3メートルから5メートルマーカーでもいいんで、マーカーがなければ水筒とか水、まあ、石でも何でもいいんで、木でもいいんで置いて、でその間をで親指小指、親指小指。親指で触って小指で触って連続でドリブルして、でコーンとか手前で、まあ、足を入れて、で
入れた足でそのままアウトターンの練習を繰り返し行ってください。慣れてきたらボールを見ないとか、はいはい、スピード上げていくとか、でもやっぱ最初ってやっぱりその正確さっていうのが重要ですよね。そうですね、うん、最初のボールを見てもいいんで、ま、体が覚えてくるんで、そのできたらボールから目を離して、目を離すというかボール越しに見るというか、はい、ボール越しに景色を見る、全体を眺めるという仲間コーチもやっぱりみんなに会えるのを楽しみにしているので、はい、仲間コーチの言っていることをしっかり聞いて、うん、宿題しっかりやってください。頑張りましょう。状況が良くなった時には皆さんの成長した姿を楽しみにしています。頑張ろう。